外務大臣時代の締原基重郎締原外交は1920年代から1930年代にかけての戦艦期に締原基重郎が憲政改正権の内閣の外務大臣に就任して行った武力を用いない対中優和外交を言う第一次世界大戦後に成立した国際秩序であるベルサイユ・ワシントン体制の中で列国との協調と中国への内政不干渉を 唱える一方で、日本が獲得した利権自体は正当なものとし、経済的には中国市場拡大、満州の特殊権益の維持を図るものであった。締原は1924年から1927年にかけて第二次五権運動で成立した、加藤公明内閣の外相に就任した。加藤は第一次大戦中に、 大熊内閣の外相として、大化21過剰要求を突きつけたことで知られるが、五県三派運動を通じて、協調外交路線に転換していたという。なお、茂原と加藤は共に、岩崎八太郎の女性であった。茂原は就任演説において、ベルサイユ・ワシントン体制を尊重することを宣言すると共に、列国との協調と中国への内政不干渉を方針とした。 間もなく大陸で勃発した第一次、笹口じ火戦争では、内閣の閣僚の大勢が、調査クリンに傾いたが、締原は断固として、不干渉を貫き、国際的な信用を得た。1925年には中国が完全自主権の回復を目指して列国に対して、国際会議を持ちかけたときは、締原は、積極的に協力した。 中国側の内紛のため会議は流れたが、シデハラは中国側からますますの信頼を得たという。一方、同年には日ソ基本条約を結んで断絶していたソビエト連邦との国交を樹立し、ポーツマス条約で得ていた日本の権益を回復させることに成功した。1926年には中国側から列国に対し違外方権の撤廃の ための国際会議が提案されたが、再び締原は積極的に協力した。しかし、中国側の内政上の不安から走行しなかった。同年に中国によって日本、イギリス船舶が攻撃された万件事件の際には、イギリスは武力で対抗したが、日本外交は抗議にとどめている。しかし、締原の外交姿勢は、軍部や数密院からは、 軟弱との批判を浴びていた。また、1925年11月の各省令、事件の際の対応について、法典総領事であった吉田茂は、満州における帝国の特殊の地位に鑑みはが、勢力圏内においては、軍閥の死闘を許さざるの義を鮮明にするを、儀義の処置と施行すと上進し、茂原外交を批判している。1926年、 蒋介石の国民革命軍が北伐を開始すると、大陸の在留邦人の身辺に危機が及ぶ。1927年の南京事件の際、英米は蒋介石に対し最後通帳を突きつけることを決め、日本にも同調を求めたが、シデハラは逆に英米の大使を説得し、これを断念させた。しかし、南京事件に対してシデハラが強硬姿勢に出なかったことは、 国内世論から批判を受けることとなり、英国のオースティン・チェン・バレン外相からも、シデハラ男爵の楽観主義は救いがたいと批判された。北伐への対処の最中、加藤内閣の後を受けた第一次、若月霊次郎内閣がでも、昭和金融強行の処理をめぐり、水密院と対立、退陣を余儀なくされた。第一次、若月内閣の後継となった。 立憲政友会の田中義一内閣は、茂原外交を批判し、積極外交を展開したが、1928年の災難事件の処理をめぐって、中国との関係を悪化させ、超作林爆殺事件で総辞職することとなる。茂原は、貴族院議員としての立場から、田中外交をたびたび批判したという。1929年、政権交代が起き、茂原は、 立憲民政党の浜口祐子を内閣で再び外相を務めた。浜口と締原は親友であったという。締原の復帰は中国の抗日感情をいく分かは和らげることとなったが、中国のナショナリズムの高揚と国権回復運動の熱は満州にも向けられるほどになっており、万毛領有を目指し浸動する国内の勢力との間で、 シデハラは難しい舵取りを迫られることとなった。検案であった日課関税協定を締結し、1930年、ロンドン海軍軍縮条約の締結にも賛成。しかしこの条約の締結は、野党政友会など国内から党水県看板との批判を呼び、浜口首相が狙撃されることとなる。シデハラは臨時首相代理を務めたが、浜口の体調は回復せず、 結局内閣は、総辞職した。浜口内閣が倒れた後も、立憲民政党を浜口から引き継いだ若月が、再び組閣し、茂原外交も継続したが、大陸情勢と、国内世論は年々悪化し、もはや末期的状況となっていた。1931年の満州事変に際しては、不拡大方針を取ったが、軍部の強い反対を受けた。関東軍が、 金州爆撃を強行したのは、ハ原の国際的な信用を失墜させるためであると言う。立憲民政党の内紛もあり、内閣が総辞職を余儀なくされると、ハ原外交も終焉を迎えた。これより前、ハ原の片腕であった中国公使、サブリ・サダオが変死を遂げていた。軍部の力が強くなると、伊豆渕勝治、吉田茂など、茂原よりであった外務官僚は、 日本外交の主流から遠ざけられ、菱出原派であった広田孝樹が台頭することとなる。広田は斎藤実内閣と岡田圭介内閣で外相を務め、外務省の下での外交の一元化と中国との提携を目指したが、陸軍で先機関の下北分離工作を抑えることができず、その成果は中国公使を大使に引き上げるのみにとどまり、中国の親日派を失望させた。 戦争に向けた国内世論の高用と2.26事件後により強まった軍部のさらなるクーデターへの無言の圧力により日本外交が迷走を続ける中、シデハラの存在は次第に忘れ去られていった。シデハラが終戦直後首相に就任した際にはシデハラさんはまだ生きていたのかという声もあり、また吉田茂から次期首相はシデハラと聞かされたマッカーサーは えらく年寄りだな、英語は話せるのか。と言って、吉田を苦笑させたという。自主的な外交による日本の国際社会における地位向上に貢献した、との評価がある。その一方、1922年のワシントン会議で、日本に不信を抱いていた、米国の強硬な日英同盟廃棄要求を受け、日英同盟廃止と、石イコール、ランシング協定破棄、旧過国条約締結に、 積極的に動いたのは、しではらであった。地政学的立場からでも、対中協調外交の結果として、日英同盟などの軍事同盟の維持が不可能になり、要求の結果として軍人による対外拡張政策に歯止めを与える存在をなくしてしまう結果になったなどの指摘がある。その他、客中上で挙げた文献、ありがとうございます。